皆さんこんこにちは青島ひろしと言いますあまり有名な人間ではないんですが私が有名だとしたら私の幼稚園から小学校いっぱいの同級生花岡弘之君世には春風亭小朝さんとおっしゃいますこの方がいるためだと思いますこの度春風亭小朝さんをお迎えしてあのサントリーホールで音楽会をいたします 私にとっても15年ぶりぐらいの場所でございます。東京で一番素晴らしいホールと言われているので、どうぞ皆さんいらっしゃってくださいね。えー、日にちを申し上げます。メモしていただけるとありがたいんですが、今年の11月14日日曜日、えー、夕方です、えー。18時20分会場、19時開演です、えー。そんなに長い音楽会ではございません。サントリーホールの大ホールです。えー、そして、えー、タイトルは何というのかというと、 まあ、青島博のなんていうのはどうでもいいのでミュージックワンダーランドミュージックワンダーランドというふうに覚えておいてください、えー、とにかくそこに来て,、えー、来てしまえば、えー、すぐ分かりますよ、えー、そしてどういったような内容をやるのかといいますとまず小朝さんにしゃべっていただきますもちろんしゃべっていただく内容は私もちょっと提供しますけれども、えー、そしておそらく私との昔のお話もすごく多くなってくるんじゃないかというふうに思っています 彼は私のことを青島君の初恋の相手は自分だなんていうふうにおっしゃってるぐらいなんですから、えー、面白い話がいっぱい出てくると思いますちょっとドキドキしますけれどでまず曲目は第1部はサン・サウンスの「動物のシャニク肉祭全曲」というものですえただこれはオーケストラが非常に少ない人数で全員がうまくなければこれは演奏ができないそれからピアノのソロがございます 本来は2人のピアニストでいたしますが今回は私1人だけでいたしますそして小浅さんにはそのピアノの先生の役もやってもらうつもりでいます、えー、そして第2部ですがこれは一足も二足も早いニューイヤーコンサートというのをこれは小浅さんの発案でいたします 必ずニューイヤーコンサートといいますと「美しくあおきドナウ」とかそれから「ピチカット・ポルカ」そして「春の声」などというものが入るわけですがこの「春の声」には横山みなさんの素晴らしいコロラテュラソプラノが入ってきますどなたもおそらくどこかで聞いたことがある曲ですですけれどもこういう曲っていうのは一部分だけをご存知の方が多くて本当はもっと長いものなんですねそれがどういうものであるのかということをこの際聞きにいらしていただけるとありがたいです 私としてもおそらく今までにやった音楽会の中で一番これが面白くなるんじゃないかしらっていうふうに思っております。それでは11月の14日間もなくです。サントリーホールで、えー、夕方お目にかかることにいたしましょう。